皆さんこんにちは。水道水源林にも秋がやってきました。ご覧ください、もう紅葉が始まっていますね。さて、なぜ水道局が森を守っているのかについて、第1弾水源寛容機能、第2弾水質浄化機能とお送りしてきました。今回はその第3弾最終回になります。どうぞ最後までご覧ください。ところで、私が今いるこの場所ですが、下から見てみると結構急斜面です。これはスラントという角度を測る器具です。ちょっと斜面に当ててみましょう。はい、だいたい45度ぐらいですかね。水道水源林は山の中ですので、こうした斜面が至る所にあるんです。ただそのためにある問題が起きやすくなっています。こちらをご覧ください。これはおよそ100年前撮影されたものです。当時は水道水源林の管理経営が始まったばかりですので、このように木がない荒れ地がまだまだたくさんありました。中央に沢が流れているんですが、ちょっと白黒写真で見づらいんですけれども、この沢よく見ると岩や土だらけで、あまり水面が見えていないんです。これは斜面から雨によって土砂が流れ込んでしまっているからなんです。これでは水が濁るなど、水道にとっても悪い影響が出てしまいます。では斜面から土が流れないようにするためには何が必要なんでしょうか。そう、森が必要なんです。ちょっと図を使って説明しますね。空から降ってきた雨が直接地面に当たると、雨粒の勢いで土が削られてしまいます。しかし森があれば、木の枝葉や草、それに落ち葉などがクッションになって雨の勢いから地面を守ってくれるんです。さらに草木が根っこを張ることで土をしっかり押さえてくれます。このように斜面から土砂が流されないようにする森の働きを土砂流出防止機能と呼んでいます。以上で、なぜ私たち水道局が森を守っているのかという説明はおしまいです。水を蓄えたり、きれいにしたり、また土が流れ出るのを防いだり、水を守るための大切な働きを森が持っているからなんです。それでは最後に、こちらの写真をご覧ください。お分かりでしょうか。こちらは108年前、大正元年にこの辺りから同じ場所を写した写真なんです。中央にある道が青梅街道です。民家の数が減っていますが、道や山の形が今でも変わりませんね。昔は山が荒れ、森がほとんどなかったのがお分かりいただけるかなと思います。100年前、この辺りは荒れ地だったんです。水道水源林は昔からただ何もせずに豊かな森だったわけではないんです。100年を超える人々の努力の積み重ねがこの森を作ったんです。ぜひ多くの方にそのことを知っていただき、水道水源林のことを大切に思っていただけたら幸いです。以上で、私たち水道局が森を守っている理由
おしまいです。3編に分けてお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。